承諾の諾に行きますね。まず言偏を書きます。少し右上がり、それよりも短くして2本の線ですね。四角に近い口、縦横同じぐらいの長さね。この角はだいたい同じぐらいの位置ですね。最初の、横よりも、ちょっと長めですね。じゃあ草冠だから3等分して3分の1あたりから少し内側に、右の方がもう少し角度をつけて入ってきます。そしたら縦が先ですね。立ち気味に持ってきたら、横を上よりも長くですね。まあ、だいたいこの辺りに位置を合わせるといいですね。そしたらこの縦の線の、3等分した3分の1あたりのところから口を書き出しますね。やや横を広くの真横に止めた時に、だいたい一緒か若干上でも